ご関係の皆様方にご連絡を申し上げます。お集まりをいただいている警備関係の皆様、おはようございます。早朝から大変ご苦労様でございます。平成26年度の浅草神社例大祭本社神輿白鳥塑業その初めに宮出しがございますが、自主警備の皆様には宮出しの執行につきまして万全なご配慮とご手配をよろしくお願いいたします。どうか定刻の午前7時半に各宮を一番町会に順当に引き渡せますようにご協力をよろしくお願い申し上げます。関係各位におかれましては早朝よりご指導を賜りまして誠にありがとうございます。ただいまの時刻は午後4時を36分ほど回ったところでございますが、本日の宮出しの運営及び時間帯のご案内をここで申し上げます。本日はこの浅草神社境内をはじめ浅草寺、浅草観音様の周辺相当広い範囲で規制区域の設置をしてございます。この規制区域への入場口と入場時間、また入場できる方のご説明を再度申し上げます。4時30分に関係者の入場口を開門いたしまして、今浅草神社境内にお入りいただいている方は警備万全を着用して境内の警備に当たっていただく自主警備および神社役員関係者の方々です。この後4時40分に関係者入場口を再度開門いたします。この時間帯に関係者入場口からお入りいただける方は報道関係者の皆様でございます。なお午前5時より浅草神社参道上に安置された本社神輿3基の宇都宮の前において神輿祭を再行いたします。氏子関係の皆さんは神輿祭終了後予定では5時20分頃より白鳥関係統率役員の印刷で御輿庫横関係者入場口より入場していただく予定でございます。この関係者入場口の閉門は5時40分の予定でございます。その後発進式を取り行います。浅草神社奉賛会鈴木昭夫会長のご挨拶と